はい、YouTube 始まりました。よろしくお願いします。じゃあインスタライブもいきます。はい、はい、3、2、1、接続確認中。はい、ライブ配信されました。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、通知送ってます。少々お待ちください。はい、はい、送りました。というわけで、始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、フランスのルミノアというボーダーのブランドが、入荷しましたので。何年とか分かんない。あ、そういえばですね説明は僕が適当にします。いいですか。歴史はちょっと分かんないですけど、まあ僕的にはフランスの世界三大マリンブランドの一つ、ルミノア、フランス海軍の制服も作っていると言われる、まあマリンブランドですね。はい、セントジェームスとかと同じ感じで、フランス海軍の制服を作って、まあ、政府公認のブランドになっております。はい、セントジェームス、セントジェームス、オーシバル、ルミノアっていう、まあ、どれもフランスのね、マリンブランドですけど、まあ、ボーダーを、まあ、世界でも先駆けて作ったと言われるブランドになっております。はい、はい、でそのルミノアからですね、なんとこの7月の上旬、秋の新作が入荷しております。はい、じゃあどっからいきますか。名前書いてますよ。それだけが違う。はい、それね、なんていうやつだったかな。モンタント。そうなの。はい、はい、まあ、どっからいきますか。とりあえずプチコパンから。プチコパン、はい、いきます。じゃあ定番中の定番から。定番中の定番でも誰もが似合う、はい、ルミノアのプチコパンという型ですね。はい、はい、で、なんだろう、型が落ちてますよね。はい、はい、で腕もちょっと太いのかな。腕のところもね、ちょっと太い、やや太め、はい、で肩落ちっていうことで、はい、まあ、ピッチがね、まあやや、まあ、普通のボーダーのピッチ、うん、まあ太くも細くもなくっていう。エクリューブラックですか。エクリューブラック、エクリューブラック、はい、きなりかけ黒ですね。きなりですね。じゃあちょっと落ち着いた、やっぱ秋って感じ。そうですね。だけどなんか薄いので、うん、夏も風が通るのでこう曲げちゃっても、はい、あ、そうね、結構オールシーズンいけると思う。はい、普通の定番は、エクリューマリンだったりするんですけど、ネイビーきなりかけネイビーだったりするけど、秋なんでちょっと黒エクリューブラックみたいになってますよね。はいはい、も可愛いですよね。はい、でこっちはブラックと、はい、ブラックキャメル、はい、ブラックベースにキャメルのライン、ちょっと大人っぽい、はい、雰囲気になります。形は一緒。丈はまあ普通かな。普通で少し短め、やや短め、はい、プチコパン、一番人気ですよね、うちの中では。フォルマンサイズしか作ってない、はい、定番中の定番、はい、フリーサイズ、はい、フリーサイズです。肩、はい、落ちボーダー、あのいろんな体型の方に、うん、割とみんなにフィットするかなっていう感じですね。一応この2色入ってます。はい、新色、ちょっと秋らしいけど、なんか涼しいので、はい、初秋とかも使えます。はい、早めにチェックお願いします。はい、はい、で次の、今回新作ですよね。新作でございます。はい、新作で、ね、はい、プチコパンコート、プチコパンコートという名前で、はい、さっきのプチコパンとほぼ同じなんですけど、丈が短い。はい、丈の短いプチコパン、はい、出ました。出ました。可愛くないですか。新作、袖長く見えるけど、袖の長さは一緒なんですよ。多分一緒なんですよ。プチコパンなのでだよ、ね、のコートと言って、ちょっと丈だけが短いと。はい、なんかすっごいここあれ長いかな。いや、短いと思う。一緒だね、うん、あ、一緒だと思うよ。一緒で、うん、この色味はローズピンクかけホワイトでございます。はい、ピンクかけホワイト。はい、これはこの デニムとかにめちゃくちゃ可愛い、うん、
足長く見えるんだよね、丈短いやつね。そうですね、はい、バランスが多分小柄さんとかも、小柄さんも袖折ったりとかしてきたら、うん、丈はね、いいと思います。丈は結構良かったと思うんで、はい、はい、今日この秋色の、はい、キャメルマリン、マリンホースっていう、はい、だからこれ黒じゃないんだよ、それね、濃紺ですね、紺ですね、はい、ネイビーです、ネイビー、はい、ダークネイビー、黒に近いけどね、はい、はい、これもいい色ですよね、はい、かわいい、スカートと合わせてもいい、はい、新作でした。で、私のこれがちょっと名前がモンタント、モンタントって言うんですね、はい、これはですね、ちょっと丈一緒だよね、多分丈は、あ、そっちの方が短いの、短いね、うん、そうだね、ちょっとこっちの方が長いかもしれない、はい、で、首のところがモックネックになってんのと、首ね、うん、モックネックになってんのと、袖がちょっと広いのかな、広い気がする、広いかもね、うん、わかんない、広いかもしれない。広いです。はい、っていうで、デニムと合わせてる感じね。はい、ちょっと、うん、まあ、色は黄色だよね、それはね。これは多分一緒かな、これ。うん、キャメルかけネイビーみたいな。ネイビー、いや違う、あ、ネイビーかも。ネイビーだね。はい、で、これがだから新作でございます。はい。もう秋です。はい。早いもの勝ちで。だけど今を着れるような、うん、ちょっとあのウェッソンっぽくない、ちょっと薄いので。若干薄めの生地で、はい。いけると思います。はい。でちょっと旧作じゃないけど今ドンズバ、はい、あ、ちょっとこれも可愛い、これもちょっと秋っぽい。うん。これはね、はい、グランドコパンっていう。グランドコパン。はい。グランドコパンあれだね、ピッチがちょっと細いね、細身で少し綺麗、ちょっとゆるっとしてるんですけど、逆にこれはピッチがあの狭くなってるので、狭い、ね、うん、ゆるっとなってるのに、はい、ピッチが細いので可愛いです、あの、うん、大人っぽい、はい、このぐらい、これは丈が長い、うん、丈長いね、それね、はい、ちょっとゆるっときたら可愛いかな、ゆるっときたら可愛いんです、これ、はい、エクリューマリン、エクルマリン、これはネイビーですね、はい、こっちはダークネイビー、うん、結構なダークなんですけど、うん、黒に近いね、はい、これはエクリューとネイビー、はい、です、いいですね、あとは長袖バージョンで、はい、これも可愛いんですけど、マドワーゼル、マドマーゼル、マドモアゼル、マドモアゼル、マドモアゼルっていう方ですね、はい、後ろ V ネックですね、はい、と紫になってるんですけど、はい、これはこう前後着れるので、はい、前後ろ着れると、はい、これも可愛いでしょ、ちょっと細身じゃない、ちょっと細身だけど結構、まあ、あの袖はちょっと今までよりは結構細いよね、ピジッとなってるんですけど、うん、幅は少しあるので、うん、これちょっと女性らしく、そうだね、着れます、夏も全然、はい、あの長袖着たい方は着れるとは思う、うん、いますよね、長袖着る方ね、うん、で、うん、曲げたら可愛いので、うん、これも結構長い期間着れるやつ、はい、はい、あとまあ夏着れるやつで、はい、首袖とか、あ、それ、ね、それあとはこれが、それ首袖ぐらいかな、これプチコパンですね、さっきの、あ、それさっきのよね、はい、プチコパンのホワイトブラックっていう色味、あ、はいはい、これも今ドンズバでこの色味は使えるっていう、はい、まあ、一緒なんですけど、ほとんど一緒だね、色違い、ね、ちょっとわかるとは思うんですけど、これが白、はい、でこっちがエクリューな、いきなりね、はい、ちょっと違うね、違うね、はい、だから色がちょっと秋色になったってことですね、はい、秋色です、はい、で冬もこれ使えるので、まあ、うん、オールシーズンですね、いけますね、はい、はい、で、これは半袖で、ちょっと 半袖もあります、今の出てるやつで、はい、読めない、見えない、マリークリスティーヌ、マリン、違う、マリンニール、マルニエル、マルニエル、バトっていう、ホワイトとグリーン、はい、グリーン、え、は
やつで、これは薄いんです。生地が薄い、はい、ちょっと今までと違う、はい、あとあれもなんだけど、ね、はい、これちょっともう夏で、ここに縁がついてるので、うん、ちょっと大人っぽくなる。で袖も割とちょっと長めなんですよ、うん、ピチッとはしてないけど、まあちょっとフィット感のある袖に少し長めなので、うん、ちょっとだけこうクラシカルな雰囲気になる半袖です。はい、半袖もありますと、はい、でこれと同じ生地かな、うん、ちょっとこれも薄めの生地、薄手のこれ可愛いんです。これ何分袖だっけ。これはね、8分ぐらい、8分袖ぐらい、8分ぐらいの太ボーダー、うん、太ボーダーもあると。これはね、名前がね、ジョリー、ジョリーやつで、アンポルキアチャンネルのジョリー、え？ホワイトブラック、ライジンに出るジョリー、はい、すいません、うん、ジョリーですね、はい。これ割とコンパクトなサイズ感でしたよね。可愛いでしょ、シンプルで、はい、で薄手なので白黒だね。もう今同じぐらいかも、これ丈感、うん、これも小柄さん可愛いです。なるほど、ボーダーばっかりだね、ルビノはね。ボーダーは基本ボーダーか無地、まあ、カットソーブランドなんですよね、基本的に、ね、はい。ただまあブランドによってはルビノのスカートとかアウターとか作ってますけど、基本はまあ今カットソーって感じですよ ね、 そうですね、はい。なんかボーダーってやっぱり永遠に良くないですか、うん、永遠ね、はい、一応使えるからですね。使える、一時期ちょっとボーダーちょっと無理かも、若いかもみたいな時期が来るんですけど、はい、絶対使えるので、はい、僕着てますね。なんか最近ボーダー着てないな俺、ママ着てるよね、うん、ちょっとね、うん、大人になるにつれて、はい、ちょっと似合わないのかなって思いがちなんですけど、はい、最近ちょっと定番というかこういう短めのやつとか遊び、うん、ちょっと大人の遊びのお洋服的な感じのデザインのやつとか入ってたり、はい、色味もピンクとか、うん、なんか定番じゃないものとかが入ってるので、はい、すごく大人の人に向けたい、まあ、もちろんもう老若男女、はい、若い方も可愛いんですけど、もう思いっきりデニムで着ちゃったりとか、うん、こっちは大人っぽくも着れるので、はい、すごくおすすめでございます、はい、ルミナのカットソーおすすめでございます。はい、はい、全部可愛いと思います、うん、まあ、丈が短いのも目新しいかなって感じだね。新しいよね、うん、これもうみんな可愛く着れると思う、はい、ぜひちょっとインするとここがもたつくとか。なるほど、インしなくてもいいってやつね。インしなくてもいいけど、インが嫌だなってこうあれ、あの嫌な人も、うん、なんかそのまま着れると、はい、スカートとかと合わせると、はい、バランスが取れるので、はい、こっちにしようかな。こうやってね、インが嫌でもかぶせてこうやって、うんうんうん、ちょっとお腹周りがゆったりしてるようなスカートと合わせると、はい、安心感もあるので、うん、で可愛いよね、うん、こんな着方どうでしょうか。なるほど、はい、OK です。 OK でしょうか。はい、 OK です。 OK ですよね、はい、ぜひ試着しに来てくださいということで、はい、はい、サムネ撮りましょう。はい、デニムアッパーハイズさんの、ステラ、ステラ、ステラ2、ステラ2、ステラ2の3というこの色味がめっちゃ可愛くないですか、うん、これとか全部可愛くないと合わせるって感じね。デニムとは合いやすいんだね。めちゃくちゃ可愛いです、はい、色味のこの色地いいね、なんかね、はい、で最近はちょっとこういうパッチ、革パッチが、白い革パッチがついてると、はい、ついてるので、はい、これ今あのサイズ揃ってる、はい、おすすめコーデとしてはそのブルーデニム、はい、色地私はこれはカーゴタイプ、違う、ベイカーですね、ベイカータイプを着てるんですけど、うん、こ
これはね、冬もいける、この色味、はい、ニット着たりね、ニットも可愛い、はい、ニット可愛いね、はい、ニットまたね、この秋入ってくるからね、秋冬ね、はい、はい、じゃあサムネ撮りましょう。これは怖いよね。はい、それで、はい、いきます。5、4、3、2、1、はい、というわけで今日はフランスのルミノワボーダーカットソーを紹介しました。はい、じゃあまあ明日ぐらいかな、ウーフォスっていう ゴムのサンダルがレディースとメンズ入ってきそうで、ウーフォスとなんとレイニングチャンプのコラボのサンダルが、はい、入ってくると思うんで、またライブで紹介できたらなと思います。今ね、人気が出てきてるこのレイニングチャンプ、はい、とウーホスのコラボサンダル、これはぜひすぐ売れちゃうような気がするんで、ぜひ。ロゴがついてるんですね。ついてます。はい、まあ明日ちょっと見て、はい、明日できたら紹介したいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。失礼します。バイバーイ。はい、じゃあ YouTube も終わります。